時刻は7時12分を回っています。この時間はズームアップ、毎週火曜日は経済です。明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。さて、今日のニュースですが、政府が渋滞緩和のため高速道路の料金を時間帯などで変えるロードプライシングを2025年度以降全国へ本格導入する方針を固めたということで、このニュースについて解説をお願いしたいと思います。はい、この高速道路の、まあ、この今実証実験を行われているのはアクアライン、はい、千葉県の、まあ、真ん中ぐらいのところから東京へのアクセスを飛躍的に向上させた道路なんですけれども、これですね、私も行ったことありますが、はい、休みの日むちゃくちゃ混んでます。あ、そうなんですか。はい、まあ、その途中に海ほたるという施設ありますが、一旦地上に出てくるってやつですよね。はい、まあ、そもそも、休憩のためにあるわけじゃないですか、そういう。そうですよね。休憩できないぐらい混んでたりします。でですね、まあ、海ほたる自体が一つなんか観光の名所になってしまっているので、はい、ドライブの。はあ、なるほど。で、全国で、特に観光地と観、のアクセスに使うような道路って、休日にちょっと混み方が あまりにもひどいと。で、その混み方自体が、高速道路の利便性を落としてしまうわけですよね。あ、なるほど、そうですね。で、その一方で、今度は夜間とかですと、しっかりと使って夜間とかに分散してもらった方が、まあ、みんな快適に道路を使えると。で、まあ、こういったところから、まあ、ロードプライシング、時間帯に応じて料金を変えるという、方法が、まあ、全国での拡大というふうになったんですが、これ実は一回やろうとしたことあるんですよね。あ、そうでしたっけ。はい、2009年、民主党政権下で、はい、高速道路無料化、ですね。で、この時は目的は地域活性なので、どちらかというと利用客が少ない高速道路を優先して、はい、どんどん無料にしていくと、いう方法で、今回の場合は渋滞を解消することで利便性をこう向上させて、さらに渋滞が少なくなると車アイドリングが少なくなりますので、二酸化炭素の排出量も減ると、こういったところを目標にしている。で、こういった試みというのは当然実証実験、つまりいくらぐらいにすれば、どのぐらい利用客が分散するのかというのを、しっかり測る実験が必須なんですけれども、はい、2009年の実験導入の時はですね、残念ながら順次導入した後ですね、これ2009年から10年にかけて、導入されています。はい、で、まあ、本格化するのは2010年、の半ばからとなるとですね、半年ぐらいで東日本大震災 になりまして、ちょっとその実証実験とか観光のためにどうのというのがちょっともう、それよりも圧倒的な優先事項ができてしまったので。そうですね。で、まあ、その後もちろん東北エリアでは、さまざまな物流のために高速道路無料化されるんですけれども、ちょっとその実証実験の結果をしっかりと見て、しっかりと、まあ、ロードプライシング入れていく段階にまで達せずに、ちょっと、まあ、それどころじゃなくなってしまったと。で、その後ですね、まあ、民主党政権自体が自民党への交代を果たしたということで、ちょっと立ち消えになってしまっていたんですね。あ、そういう背景があったんですね。そう、だからこそ今のうちにしっかりと実証実験して、実際ですね、この変動価格制というのは今いろんな業界で行われています。はい、例えば一番有名なのはホテルですよね。ダイナミックプライシング。そうですね、繁忙期に上げてっていうことですよね。はい、また地下鉄であったり、まあ、私鉄などでは、時間帯、例えば平日に限定したり、時間帯を限定する切符を安く販売したり、はい、いろいろな方法でダイナミックプライシング導入されている中で、今、まあ、
基本的に車 ETC を積んでいる、また ETC 専用 の、 あの出入り口も増えてきているということで、そうですね、この価格によってどこからどこまで行く人がどのぐらい増えてどのぐらい減るのかというのを極めて、効率的に情報収集できるようになってきている。あ、そういう、そうか、メディティーですね、技術の進歩は大きいですね。まあ、正直あの窓口でああでもないこうでもないだと、いや今は無料のはずだ、いやいや乗った時はとか、そうですね、そういうの始めちゃうと切りなかったんですけれども、その時に比べれば10年前に比べれば非常にスムーズな実験もできますので、これね、広がることでどうしても使わなきゃならないという人を優先できるとか、あとは物流、要はですね、自家用車によって、観光に行くという人ではなく、はい、その業者ですね、物を運ぶ、運送、物流の業者がスムーズに移動できる、こういった形でより効率的に、ね、道路を使っていければと。運送会社からするとそのコストを、まあ、下げられる見込みが出てくるってことですかね。はい、時間帯によっては大きく利用料金が下がりますので、まあ、その時間を狙ってそこを通るようにすると、でこれもすでにいろいろと、まあ、各社工夫していますけれども、どういう時間にどういうふうに通ると一番安く行けるのかと、はい、で、かつてであればこれはねもう運転手さんの経験と、知識に頼っていたんですけれども、はいはい、今でしたらこれ、すぐに検索で、ネット上の検索で今の時間ここに行くんだったらこれが一番安いというのを計算することができるようになってきてますので、まあ、こういったのを通じて、まあ、少ない資源です、道路は無限に拡張することはできないので、上手にタイミングずらしながら使うようにすると、まあ、なかなか、ね、物流厳しい状況にあるんですけれども、はい、なんとかその利便性っていうのを高めていけるんじゃないかなと思います。ということはやっぱりこのロードプライシングもそうですし、まあ、その他の分野でもこうダイナミックプライシングってのは増えてますけど、どん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 広がっていく傾向にあるってことですかね。そうですね、まあ、今回は ETC カードですけれども、決済であったり受付、等が、オンライン化されればされるほど、その人間が全部の制度を覚えてて、あなたはいくらです、あなたはいくらじゃありません、身分証明書を見せてくださいとかってやらなくて済むようになると、なおさら、このダイナミックプライシング導入しやすくなってき、ていると思いますね。なるほどですね。その背景でそういう DX 化っていうところも大きく影響しているということですよね。わ、かりました。飯田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ズームアップ、この時間は明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんでした。 HKT48 の柳瀬玲也です。 RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ、 HKT48 の桃千山ラジオ局ポッドキャストでもお楽しみいただけます。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google ポッドキャストなどで桃千山ラジオ局と検索してフォローをお願いします。